とは、1986年に SNK がアーケードゲーム用として制作、稼働した縦スクロール型アクションシューティングゲーム。キャッチフレーズは、俺が生き残るためなら、相棒でも倒す。日本国外では、怒りウォーリアーズのタイトルで稼働された。後に、日本国内では、ファミリーコンピュータ版、MSX2 版が発売されたほか、欧州では、アムストラット CPC、 コモドール16、ZX スペクトラム、PC ブター、アミーガ、あたり ST、コモドール64版が発売され、北米では NES、あたり2600、あたり7800版が発売された。また、日本国内のみ、携帯電話用アプリとして、ドイカリ、レオナ激闘編のタイトルで、アレンジ色版が配信されたほか、アーケード版は、 プレイステーションネットワーク用ソフト、SNK アーケードクラシックス例に収録。さらにプレイステーション4、ニンテンドースイッチ用ソフトとして2019年にアーケードアーカイブスにて配信された。8方向のループレバーと呼ばれるレバーと2つのボタンで操作する。ループレバーは、スティックの上部にダイヤルがついたもので、倒すことで時期を進行、回転で攻撃方向を調整する。 ダイヤルは一周中に方向となっていて、例えば百八十度反転させる場合でも操作は百二十度回転で済み、手首を無理にひねる必要がないように考慮されている。ボタンは主に銃と手榴弾の使用に用いる。色違いの敵兵を倒すと、アイテムが出ることがある。このゲームでは、銃弾、手榴弾ともに、弾数制限があるので、アイテムは単に各種パワーアップのためだけではなく、 残弾を補給するためにも拾わなければならない。味方の空戦車の傍らで、手榴弾ボタンを押せば、戦車に乗り込むことができる。これもガソリンメーターがなくなれば止まり爆発するので、アイテムを拾って補給しなければならない。戦車から降りるときも手榴弾ボタンを押す。エリアの切れ目には全部で5つのゲートがあり、これは、手榴弾か戦車砲でなければ破壊できない。 特殊なレバーを用いる操作や敵弾だけでなく自分や味方の弾に当たってもミスとなるなど従来のゲームになかった仕様を持つ手榴弾を投げると移動して避けるなど敵はこちらの攻撃を避けるといった動作を行う国連に一通の極秘情報が届けられたその内容は秘密結社を名乗る悪の組織がとある国に基地を作り世界征服を企んでいる というものだった。もし、それが事実なら、組織壊滅に乗り出さなければならないが、まだ確固たる証拠がない。委員長は、少数精鋭の特殊部隊を派遣し、ことの解決に当たることを決意した。隊長のラルフ大佐以下、4名の特殊工作隊、そして、新顔のクラーク少尉が、戦場に送り込まれるが、敵地に潜入するために墜落を偽装する予定だった。飛行機が、 作戦開始直前に突如起きた爆発によって、本当に墜落し、ラルフ以外の特殊部隊員はほぼ全滅してしまう。スパイの存在を疑うラルフの前に、無傷のクラークが現れる。果たして、彼は敵なのかそれとも味方なのか考える間もなく、敵が襲来してくる。TANK の開発を終えて一段落した頃、TANK2 の開発の話が上層部から降りて、 来た。その際、TANK に戦場の狼とフロントラインの面白さ、つまり人間同士の戦いと戦車からの脱出という要素を追加したものをという注文事項があった。これをもとに開発がスタートした。面白さの要素としては、といった点が挙げられた。また、シーケンスの構成としては、心理的衝撃の連続した形態は、 慣れてしまうことによって衝撃ではなくなるという TANK での反省から心理的な慣れを引き起こすまでの時間の引き延ばしを主眼とした。また TANK の開発の際に考えられていたゲームとは開発した人間の思想を表現しているという思考をさらに進めて開発した人間の思想を表現し、なおかつプレイヤーに対しての心理的な影響を あらかじめ計算し、操作することが可能である媒体としての役割を持つという思考に達したため、人工知能によるシーケンス制御の試作品のようなゲームとなった。そのため、ゲームのシーケンス自体としてはかなり不安定な部分ができてしまった。これの反省をもとに、続編の土豪総研が開発されることになった。このゲームプログラムには、クラウムズと呼ばれる、 疑似人工知能が搭載されており、それによってゲームの基本的シーケンスが制御されている。クラウムズは基本的にプレイヤーがどれくらいの時間でどれだけの敵を排除したかを監視している。短時間で多くの敵を排除できるプレイヤーはかみて逆にいつまで経っても少しも敵を殺せないプレイヤーは下手だと判断。それに基づいて敵をどこでどれぐらい出すか、 パワーアップアイテムの出す場所や数はどうするかなどのシーケンスの変更を行っている。基本的なクラウムズの思考パターンとしては、プレイヤーを意図的に惑わす方向性で設計されており、パワーアップアイテムをなかなか取らないでいると徐々に出さないようにもする。上記の人工知能は2011年4月21日に、 発売された PSP ソフト SNK アーケードクラシックスゼロの移植版にも再現されている。本作は SNK の名を一躍有名にしゲームセンターにおいても人気を集めた。その一方で2019年に発行されたネオゲオミニ攻略ガイド完全版によると設置店が予備のループレバーの調達に苦労したことが触れられており店側が自作のレバーを用意したケースや レバーの故障に伴い筐体を撤去したケースもあった。1998年にそれまで発売されていたアーケードゲームすべてを対象に行われたゲームストムックザ・ベストゲームにでは名作、秀作、天才的タイトルと認定されたザ・ベストゲームに選定されループレバーゲームの集大成といった感じのゲームでチャンネル式であった TANK のレバーの形状を変更。 さらに使い勝手の良いものとしてのループレバーを確立したと紹介されている。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは合計24点、ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており18.64点となっている。ゲームムック、死ぬ前にクリアしたい200の無理ゲイファミコンスーファミのレビューにはシステムは 戦場の狼を踏襲しているが、難易度が段違い。四方八方から敵が現れ、大量の弾をばらまいてくる。しかもアーケード版と比べて、移動速度が非常に遅く、敵の出現位置を覚えなければ回避できない。また、攻撃方法も劣化しているとある。ありがとうございます。